ドイツ最古の主教都市レーゲンスブルグ。この静かで美しい町の音楽学校にオルフェウスの窓と呼ばれる朽ちかけた古い窓があった。この窓には不思議な言い伝えがあった。その窓辺に立ち地上を見下ろした時、一番初めに眼界に入ってきた女性と宿命的な恋に落ちる。ところがその恋はオルフェウスとエウリディケの秘恋に倣って必ず悲劇に終わると。